とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はね、この装備を使っていこうと思います。新しく出てきました。リゾルトテンペストナイフ。これ、もともとユニークスキルで、追い打ちがついてます。攻撃的だよね。それに、黄金で、重力。で、エンチャントが、リフレッシュ、虚無、クリティカル。ですね。かなり攻撃的なやつになると思うんだけども、どうでしょうか。では、デイリークエスト、行ってみましょう。それでは、行きますね。今回がトゲクエストとなってます。魂5倍ですね。おー、トゲクエスト減るな。いや、ちょっと待って、でも、それだけ火力があるってことよね。うん、この手数が多いやつはトゲクエスト結構強いんだけども、いや強いわ、火力むちゃくちゃあるじゃん。で魂5倍なんで、よっしゃ、ソウルボー入れてきてます。一応魂を貯めて、で矢を増殖してから、ウィンドボーに変えていこうかなって思いますね。ウィンドボーね、いいんだわ。ものすごい敵集めてくれるんで、使いやすいんですよ。ただ、矢をすごい消費するので、そこだけちょっと注意ね。そこだけ注意だけども、うわー、もうなくなった。あ、よかった。でもここで、よかったー。オッケー、ちょっと増殖しまーす。いきましょうか。900本あれば、まあまあまあ大丈夫でしょう。戦いやすくなるよね、こんだけ引き寄せてくれると本当に。いいよー。オッケー。でも、ほんとね、これ強い。うん。思った以上の強さだから。しゃ。で、一応キャプテンは全部探しながら行きますね。うん。キャプテンは全部取る感じで。やっていきましょう。洞窟到着。あ、キャプテンいるね。あの、キャプテンぐらいの、高HP のやつを倒すと、どんな感じになるのか、そこを見てみたいよね。うん。高HP のやつにも、これが通用するかどうか。うん。高HP じゃない。普通の雑魚なんかは、全然余裕っていうことが分かったんで、あとは雑魚だよね。雑魚をどれぐらいの感じで倒す。出るのか、そこがちょっと気になるところですね。 OK、 ちょっと待て、邪魔くせえ、ちょっと待て、お前邪魔くさい。よっしゃ、やばい、あぶねえ、死んだかと思った。はい、神秘、何モブ速度か。でこっちは脅威。ちょっと待って待ってって、あぶねえ、ギリギリ取れた。で、あと1体ぐらいいるでしょ、どうせ。あれ、あと1体いそうなんだけどな。いないかな。終わりか。あ、終わりだ。洞窟の中はもういないっぽいですね。おっと、外にいた。どこ？どこだ？あ、いたいた。いたいたいた。火力十分、火力十分すぎる。で脅威が2ですね。まだいそうだね、ここ、このエリア。いた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 、いるよ、いるけども、ちょっときついか。おっぷね、ギリギリ。脅威3、もうちょっと探してみよう。中間地点到着ですね。とりあえず今のところキャプテンはこんな感じでしたね。この先いるかな。もしかするとあんまりいないかもしれない。まあ一番最後にいる可能性がここ結構あるんで、もしかすると一番最後に出るかもね。もしかすると、うん。あー、邪魔邪魔。レッドストーン来た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 。まあ問題なしですね。トゲがやっぱり痛い。トゲがね、ゴリゴリ減る。
オッケー。おいおいおい、時減るな。よし、やば、やばい、完全にやばい。オッケー、危ねえ。ちょっと待って、雲ゾーンがね、嫌なんだよね。あそこで動けなくなるとすごい戦いにくくなるんで。ここら辺もちょっといなさそうではあるね。どうだろう、やっぱり一番奥かな、最奥にいるのかな。いいよいいよ、全然余裕、全然余裕でいけてる。あ、やば。まあまあ、このポーションバリアのねタイミングさえ間違えなければ全然いけますよ。しゃ、うん、まあ、もともとこのチルゲールじゃないや、あ、いたいたいた、このナイフが DPS そこそこ高いやつなんだよね。ちょっと前に DPS を計算してみたんだけども、この武器はね意外と上位にあったのよ。なのでそれはそれにね、火力アップのスキルがつくと強いはずだわ。うん、それは強くなる。よっしゃ、うん、これはいい。やっぱこのスピードバーストがね、なんか地味にね好きなんだよね。いい感じに速度を上げてくれるんで戦いやすい。よし、じゃあいくぞ。キャプテン多分いる、この感じはいる。あ、いるね。どこだ、上か、やばい、危ねえ。いたいたいた、この火力よ。うわ、ナイトモードになった。いや、いい、大丈夫大丈夫、むしろリフレッシュがはかどってちょうどいいや。うん、あと1体いそうなんだけどね。ちょっと地図見せてもらっていいかい。あ、いや、いないか。一応端っこまで一応見てみましょうか。あ、これいないかも。やばいやばいやばい、わー押し込まれた。これいないね。うん、いないっぽいので、そのまんま、いきます。あぶねえ、減るなー。すっごいいる。ちる。これね、牛とか倒しても、HP 減るところがね、きついよね。しゃあ。オッケー。おお、いい感じのエグさ。ちょっと待って待って、死ぬ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 。あっ、使ったって。最後の最後、使ったんだけどな。オッケーです。まあまあまあ、行きましょう。いや、いろいろとね、やっぱ重なると死んじゃいますよ。そりゃ死ぬよ。ちょっと待って、めちゃくちゃ痛い。おお、オッケー、行きましょうか。あー、最後ここでお話をしたかったけども、なんか死にそうだね。クリアします。はい、ということで今日はこの装備、リゾルトテンペストナイフ、黄金が重力、エンチャントがリフレッシュ虚無クリティカル使ってみました。強かったです。良かった。なかなか DPS も高いし、敵を倒した時のスピードバースト、あれも意外と使えて楽しい装備となっております。はい、これなかなか良かったよ。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。